話をしてたんだね。どこ行くんだ次。忘れちゃった。なんだっけ。どこに行くんだ。もうダンジョンの入り口を。あ、落下した悪地で悪魔の洞窟を浄化するんだな。あったわ、悪魔の洞窟。終わる？上？この右下。ああ、悪魔の、ん？いや、悪魔の巣だった。どうすっか。どっか町寄ります？寄りたいけどね。寄りたいけど、寄って売ってる町って、多分インプの回廊は割と最近寄ったはずなんだよね。うん。ジーニーとか行ってみるか。ね、ジーニーも寄ったっけ？寄ってるはいると思う。いや、最近寄ってるわ。見に行くんだったらでもそこぐらいだよね。ジーニーだね。だからベンテロも行った気がするもんね。うんベンテロ。うん。行ってはいる全部。まあとりあえず見ますか。で俺ここで一旦ターン終了。戦いますか？ほんほん、オッケー。一周していい？ 80% 成功だって。いいよ。あ、失敗した。やばいんだな、これ。支援チェックか、フェアリンプ。奇襲。プラターンやな。あー、完全ね。寛解って書いてある。フェアリンプな、これ。ぶつかって。ワンパン。そんな強いんだっけか。ブラスト外していく。押せ。欲しいな。まずい。オギー。ブラスト。ダウン。で。オギー。ショータルに分けた方がいいんだっけ。今俺装備何つけてんだろう。めっちゃ。このやつつけてんだな。じゃあジニー行ってみますわ。あ、あん。頑丈そうな鎧を特売されている場所を見つけた。行ってみようか。いいじゃない。ああ、頑丈そうな何かしらを売っている。おお、いいじゃない。買わない。俺は見れないけど。ないっすね。これ何をあげたいんだっけ？知能。知能で攻撃力アップだね。知能と速度か。ああ、でも単純にちょっと上位互換は1個あるな。影のブーツっていうのが。うんうん。これはじゃあ買おうかな。で、あと売りたい。あ、でもそうか、装備はちょっとは持っといた方がいいんか。
剥がされる可能性があるからな。え、怖いやな。ジーニー、お店、行ってませーん。あら、残念。どうすっか。行くしかねえか、そしたら。行くしかねえな。一回休んで。殺しだけ買って。うん。ちょっと呪いにね。宿でいいかな。いや。ウィンデロの方で宿入ろうかな。まあでも神社いいか。いいんじゃない？あ、うん、まあいいんじゃない？まあ宿入るだけなら。も回復させとくか。ん？うん、いや、フォーカスも回復させておこうかなと思って。もうゼロだから。いいんじゃない？イエイ。うんうん。戒律が翔太郎バグモンだからな、いいけど。うん、まあないかな。割かし当たってしまうからな。動くね。すごいね。一個手前までしか行けねえよ。まあいいか。あ、なんかおる。あれ。アサルか日誌かサル。日誌ってない。わからない。読むのか書くのかわからん。ああ。どうする？まあ、任せるわ。日誌がでも気になるよね。気になる。日誌。今日は家事士の試験だ。ウィリアムに最後の技術を教え、彼の修習が終わらせたら、俺は引退する。俺が家事士になった時に親父がくれたハンマーを彼に渡してやるつもりだ。あれでもハンマー持ったまま持つ死んでんな。あ、日誌終わったな。じゃあ、あさるか。あ、立て、頑丈そう。お、感知力下がる。売れるね。出してくる熱い灼熱の風はここが恐れるべき地獄であることを教えている。わあ。うわ、強そうなの。ヴァンパイアだって。めっちゃ。ヴァンペイアからか。ヴァンペイアからだなこれ。ヴァンパイアブスだしな。マジか。やるな。あ、俺は避けないんかい。ベルナブラタ。よし。よし。避ける。確実に、確実にこいつ倒そう。
ビーアイス。ああ、マジ全然ダメ。めっちゃ外して。ナイスガーディアン。なに刺さっ神オッケー。あっ、これはもう。ショートゲーム2ターンで2ダメージしか与えてないぞ。頼むぞ。ナイス。よし。おい。ドン、全部取れた。あとで分けてくれ。あげようか。耐性力って何？あー、ダメージ、魔法ダメージの。あー、高み使っときなよ。あざ。私直に。と。蜂蜜飴使う。またこいついいのか。だりな。どっちだろう、微妙だな。いやー、オーガブルとか行く？オーガから行こうぜ。ナイス。強い。冷え冷え。これ。よっしゃ。当たんねえから。ベロン。よっしゃ。そうじゃねえんだ、避けようぜ。当たんねえ。魔術師すげえな、なんかお前。いい目してんな。ないよね、なんも。ない。普通に避けてるだけ。出た。これダメージは入れんですかっていう位置に刺さってるやつ。よし、先生。オッケー、これは確実に。何？当たんねえのかい。こいつ避けんな。まあ、レイキャップ倒しないと関係ねえ。よっしゃ。一応まだ聖域もあるし、あ、これ装備しよう。体力回復が回避率か。まあ今体力はあるからな。行こう。 64% まで来たぞお前。早い。行って、ヴァンパイアから行くか。そうね。あったんね。これな、このあたんね、弓がなんでこんなに受けられてしまうんだろうな。弓を受けるってすごくない？行って、やっばい。いや、回復した、回復した。ライフドレインされた。俺これ一回死ぬな。ナイス。俺は生存中。はーしゃあない。まあ、ライフプールまだあるしね。ここから、
の吐息の数がバカ上がりしてんだろ、カリナリ連れて。な。はい。金俺に一回回すのやめてくんねえかな。最初から翔太郎でいいよ。片方死んでもな、もう一人がまだ生き延びてさえいれば。デーモンプリンス、お前は飛行船を作っているんだろう。最後のグループも俺があいつらを焼き尽くす前にそう言ってたぞ。作ってんのかな。なんかそんな話だった気がするよ。あったんですね。うえー、強ー強ー。一旦の刑事パーからやべえな。お前も木にかかってんじゃねえか。うい、よくテイクが切れた。あ、もう一回やっときゃよかったかな今の。いや、やってたかかったな今の。強い。受けてくれ。あ、俺が当たる。え、なんか。よいしょ。死なずに済んだ。よっしゃ。いいね。お宝じゃ。選択を開ける。だから毎回分けるを選択。48でしょ。悪魔の残り火。森。出た。勇気のマクシムス。ショタロウ。かゆいな。マイナスな。いらんねえ。あ、顔を変えた。これは今チャンスがある。乾いた荒地の荒屋のハスタに向かう。ハスタ、ハスタってあの右上のとこだっけ。なんだかんだ死なずに済んだぞ。ハスタ、ハスタか。俺は聖域行きたいな、一回死んだから。そうだね、聖域行くには戦わなきゃいけないかも。あれ4個しか移動できない。なんで？あれがなくなったからだね。兵器の効果が。なるほどな。そうか。あれ俺死体ばっか見つけた。死体漁りしてんな。どん。どん。このテレポートの巻物って何なんだろう。使ってみようかな。いや、どっかテレポートできる？できます、ね。街に行ける？あ、できましたね。あ、で回復したわ。いいね。行こうティッチョ。しようかな。ハスターの手前まで。いやない。もうハスター入っちゃう。いやいや。じゃんじゃん。悪魔の残り火を手に入れることができたなら、飛行機の動力源として使える。ハラズエへの飛行の準備が整った。決戦の準備をしろ。ベクサーは容易な敵ではない。ファーランの運命は君に関わっている。あれ、ベクサー、ファーランの英雄の力は見くびるな。我々の最強の戦士がお前のもとへ向かっている。神の吐息をくれ。
本当だよ。一言か。俺は思考の神、オムスの従者だ。だ。貴様の英雄はカオスの神に対抗できるのか。クエスト目的、黄金部屋でハラーズエルを除去する。ダーン。しかし神殿に数多くの強力なエピックがあるそうだ。行ってみたらどうだ。私が神殿に入れるようにしてやろう。え、何？どうする？行く？行こうぜ。え、で、ちなみに売ってないっすね。売ってねえの？あの、あれが神の時売ってねえの？神の時売ってないっすね。マジで？暗殺者のブース売ってんな、うん、買おうかな。さっき靴買ったばっかなんだけど。いや、お金なくなっちゃうな。で、金色の歯だけ買っとくか。で、そのあとは売りてえな。あとなんか売りたいのあったっけ。あ、ヘルメットな。立てな。まあ、こんなとこか。なんだあれだね。ワープくそ強えな。一生懸命一歩ずつ移動してたのに今まで。